皆さんこんにちは、かっちゃんです。ということで先日おかげさまでチャンネル登録者数の方が6000人いってました。ありがとうございます。なので今日はいろいろ質問コーナーってことで質問をねみんなにしてもらったんですけど、それにね答えていこうと思います。何にしようかな。 YouTube を始めたきっかけ知りたいです。あと今何をされてる方なんですか？ YouTube を始めたきっかけもともとは見る側だったんですけど、見るの本当好きで、なんかそれをみんなと一緒に共感できたらいいなと思って始めました。まあ今普通の社会人です。好きなスナック菓子は何ですか？やっぱりねポテトチップス好きですね。もうねポテトチップスがあったら何かが起こってもポテトチップスがあれば生きていけると思います。期間限定ハワイアンオニオンソルト、ハリボー、グミとかハイチュウとかすっごい好きですね。今日も一日お疲れ様でした。ハリボーを食べて明日も頑張るって思ったら明日休みだった。一番好きな食べ物は何ですか？一番好きな食べ物は唐揚げと砂肝です。あとはナス、ナスが好き、ナスが好きです。なんですけど身長と体重教えれますか？身長と体重は身長が体重がです。シナモンチャレンジよろしくです。そういうのはね、シナモンチャレンジとかそういうさ体を張ったことはやる予定がないっていうか、かっちゃんチャンネルではやる予定がない。部活で弓道してるんですけど人間関係がうまくいきません。いつもぶつかり合います。どうしたらいいですか？なんかかっちゃんも中高とずっとバスケやってたんですけど、高校とかは寮入って全寮でバスケやってたんですけど、なんかぶつかることって別に悪いことじゃないと思う。ぶつかるのがなんでぶつかるのかっていうとか多分大切なんだと思うけど、ただ単にあいつ嫌いとかそういうぶつかりじゃなくて、上手くなりたいとか強くなりたいっていう気持ちからのぶつかり合いなら、どんどんぶつかり合えばいいと思うよ。ぶつかってそれで終わりじゃなくて、ぶつかって何かが見つかればそれでも全然ぶつかり合えばいいんだよ。で言い合って終わるんじゃなくて、ちゃんと結論見つけて、それでもっといい関係になってくると思うので、お互いがどんどんぶつかり合えばいいと思う。もっと弓道も上手くなるし、やっぱ部活動ってただ単に部活上手くなればいいだけじゃないと思うから、人としてもね成長できると思うから頑張ってください。なんか説得力がないよね、この。一応ね、一応全国3位だったからさ。モテるためにはどうしたらいいですか？野外のカルパス。これ美味しいよね。コメントをすごいたくさんくれて、返してない人とかもいるんですけど、ちゃんと全部読んでるんで、ありがとうございます。はい、ということで今日は6000人登録ありがとうっていうのと、かつこの部屋でした。また普通の一般人なんで、また気軽にコメントとかいろいろ書いてください。これからも頑張るので皆さん応援よろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンから。チャンネル登録よろしくです。